はい、ということで今回の現象は、SFC レインボーロードの最後のジャンプ台、ショトがずらしてるけどほんまに速いんということで比較していこうと思います。画面左上からジャンプ台に乗ったバージョン、ジャンプアクション0回、1回、2回とね、すべて同時に比較していこうと思います。最速ではないので、参考程度に見ていってください。さあ、条件を同じにするためにキノコを1つずつ使いまして、一番最初のゴールするのはジャンプアクション2回、その次に1回、そしてなんと、3番目にゴールするのはジャンプアクション0回という結果になりました。ジャンプ台に乗ると一番遅い。続きましておまけの現象、波のタイミングが合わずに左側に行った場合でもジャンプアクションを1回入れた場合は左側の方が速いという結果になりました。ということで今回の結論、ジャンプ台に誘われたあなたはカブトムシ。マリオカートで気になることがあればコメントください。